はい、どうもこんにちは、ナナユウです。本日も数学の問題を解説していきたいと思います。題材は偏微分方程式です。Z を二変数 XY の二変数関数と考えた時の一般解について、考えてみたいと思います。まあこれ偏微分方程式といっても、大学1年生の教養の微積分で出てくる、まあ、簡単な微分方程式なので、まあいささか仰々しい感じがしますけれども、まあ一応偏微分方程式なので、まあそういうタイトルをつけさせていただきました。まあ本来ね、偏微分方程式というと、まあダランベルの解から始まる、もっとフーリエ変換とかを使った、難しい理論にを指すことが多いと思うんですけれども、まあご容赦ください。簡単な方程式の解き方について解説をします。はい、じゃあまず例1からですけれども、Z は XY の、二変数の関数なので X で偏微分したら、まあ、これ A は定数とします。AB とか出てきたら定数だと思ってください。で、X で偏微分したら A ってことは、これ、X で微分したものが A ってことなので、Z イコール X で積分すれば AX 足す、FY ってことですよね。まあ、これなんか F は 2関数です。Y の関数だったら別に何だっていいわけです。だって微分したら0なので。だから、この FY というのは、F は2関数という形で、Y の何でもいい関数として出てきます。まあ、要するにこれが解ですよね。まあ、これになんか例えば、Z を Y で偏微分したら B になるとかだったら、FY の微分が B なので Y が BY プラス C みたいな形で書けるっていうことですよね。なのでまあ決まってしまうけれども、まあ一応これが答えですよね。これ最も簡単ですよね。まあこっちからこっちも分かるし、こっちからこっちも分かると思います。はい、じゃあ例の2に行きます。例の2は、もう答えが書いてあって、B 倍の、デル F デル Z デル X イコールA 倍の del z del y という形、まあ、ラウンドとも読みますけど、del z del y ですね、の形になっている時には z イコール fx 足す ax 足す by と、これ f は任意関数です。この f も任意関数だし、こっちの f も任意関数です。これはこっち側は簡単に確認できるんだけど、こっち側がんってなると思うんですね。つまり z を偏微分すると、z を x で偏微分すると、まず fx をこう微分をしますよね。これなんか x 足す by をなんか例えば u とこう置いて、f という関数は単独の一つの変数なので、まあ、AX 足す BY の A が書かれるわけですね。合成関数の微分法で中を微分したやつ、 X で微分したやつをかけるので A が出てくるでしょ。同様に、Y で微分すると F' の AX 足す B の今度あ BY か BY ですね、BY の A、 それから AX 足す BY の B ってなるので、互いにこっちに A をかければ、互いに B ですね。B をかけて、こっちに A をかければ、こっちに B がかかって、こっちに A がかかって、これが一致するので、こちらが丸だ、正しいってことは、わかりますよ。簡単に確認できますよね。だけど、逆がちょっと、うんってなるわけです。こっち側は OK だけど、逆が本当に正しいのかっていうのがちょっと疑問に残ると思うんです。で、3番もそうで、これが答えなんですけど、結局、例えば X で偏微分すると、これは F' の X 分の Y かける Y 分の1ですよね。X で微分したものが Y 分の1だから Y 分の1がかかって、y で微分すると f'x 分の y かける、あ、 y 分の x か、違うよく間違えるな、y 分の x ですね、
y 分の x かける y 分の1、 y 分の x かける y の微分だからマイナス y の2乗分の x になりますよね。ここちょっと間違いやすいところですけれどもね。で、じゃあこれらはこっち x かけて、こっちに x かけるとここに x がつきます。でこっちに y をかけるとここに y がついて、これ1個消えますね、 y 分の。なので y 分の x に f ダッシュがかかった形で、ここにマイナスがついてるので足し算すると0になりますよね。これとこれを足し算するとイコール0になって、元の微分方程式が正しいっていうことがわかります。プラスマイナスですね、符号が違うので、符号が違うだけなので0になりますよね。 y 分の x っていうところが f' の x 分 y 分の x にくっついてるので0になりますね。だからこれもこっち側が OK、 こっち側がんってなるわけです。でこのハテナの部分はちゃんと証明が微積分の範囲でできます。ただ合成関数の微分法をしっかりと用いてちゃんと証明しなきゃいけないわけですね。なのでこれだと不十分なわけです。それを解説していきたいと思います。じゃあまず、例2の続きからいきます。こうですね、例2ですけれども、まあこれ、z は xy の関数になっているわけですけど、それを u と v の関数として見ると、で u は ax たす by というふうな関数で、 y は v で、 v は y と思うわけですね。でそうすると y はこれ u イコール ax たす bv になるので、x について解くことができて a 分の1u マイナス bv になりますよね。だから x は uv の関数になるわけです。で y も y イコール v なので、u には関係ないですけど、まあ、一応 u と v の関数になってるわけです。だから、こんな風にしてその、関数関係を図式化することができるわけですね。この新しく出てきたのはこの関数です。 u と v という関数です。 v は実質 y なので変化ないんですけれども、一応これでこういうふうに u と v を置いときます。で今何を示したいかっていうと、ここに、これ u ですよね、これ u なんですよ。なので u の関数として表されてるってことは、v の関数にはなってないってことなので、 z は v の関数ではないということです。つまり fv の、微分したものは0になっていると。ラウンド z のラウンド v が高等的に0ってことを示せばよいと。ということはこれなんでかっていうと、これを示せば z は v で積分すれば fu って形になりますよね。u の項だけで表されてれば、その v で積分したら0になっちゃうので、定数 c ってことは、定数 c ってことは u の式だけってことで v は現れないってことですよね。だからこの形 で f は任意関数という形になるっていうわけです。だから示せばいいのはこれなんですよ。いいですか、高等的に v が、0、変微分したものが0ってことが言えればこれが証明されるというわけです。でそれを、合成関数の微分法を使って計算をしていきます。で、合成関数の微分法についてはやり方を別の動画でアップ しましたので、まあ直前にアップしたやつですけれども、ご参照ください。で、出る z 出る v ですよね。 v はこう行くものとこう行くものとこう行くもので変微分が計算できるので、出る x 出る z 出る x と、それから
デル X デル Y V プラスデル Z デル Y とデル Y デル V とという2つに分かれるわけですね。で、あとここを計算していけばいいんですけど、デル Z デル X の計算できるところはここですね。ここを計算できます。これ、X を V で微分できるでしょう。この式によって、この式によって何が入るかっていうと、マイナス A 分の B です。これが入ります。V で微分したものですからね。で、ラウンド Z、ラウンド Y の、ここは、ここも計算できますよね。これも、V を Y を V で微分したのは Y は V ですから1ですよね、これ。なのでこれ A 分の1でくくれば、マイナス B デル Z デル X プラス AA ラウンド Z ラウンド Y なので、これ仮定の条件によってこの部分は仮定より0です。つまり高等的に0ということで、デル Z デル V が0が言えた。これで証明が終わりです。ですから V で微分して0ってことは、V で積分したら定数、 V 以外の定数、 V が入ってない定数ってことは、U の関数で表されるってことなので FU ということで FAX たす BY になるってことですね。はい、じゃあ次例3に行きます。はい、これも同じです。さっきと同じようにして、まあ Z と X と Y のこの関係で、U をどうするかっていうと、 U を目的の Y 分の X という関数において、 Y はまあ V は Y と置いとけばいいです。 V は Y と置いといて、こう関数を考えると、そうすると今度x イコール uy ですねとなるので、 uv という関数ができます。 x は u と v で表すと掛け算になるってことですね。なのでまあさっきと同じように、これは u なので fu って掛けてるわけです。なので、示すべきことは del z del v が高等的に0です。 V が0ですね。で、だから、del Z del V を計算します。これは del Z 合成関数の微分法で、さっきと同じですね、この道でこう行くのと、この道でこう行くの、それぞれ二変数ですから変微分ですね。del X del X del Vたすデル Z デル Y のデル Y デル V と。で、代入できるところはもうここです。ここです。ここです。計算できるところね、V で微分したら、何が残るかっていうと U ですかね。UV なので、V で微分したら U が残るでしょ。だから del Z del X の U が残り、 del Z del Y のこれは1ですね。微分したら同じもので置いてるんで、さっきと同じですよね。1ですよね。で U は X 分の Y でしたから、 del X del U Z のY 分の X でしたから、 Y 分の X をここ代入します。こうやってね、そうすると y でくくれば、 y 分の1を中に入れれば、 x ラウンド z ラウンド x 足す y ラウンド z ラウンド y となって、ここの部分は仮定によって0、つまりこれ高等的に0ということで、証明ができました。del z del v が高等的に0なので、0イコール FU
で f の y 分の x ということで f は任意関数ですね。ですね。はい。で、まあこれで、まあこんなような類のものはたくさん作ることはできるんですけど、じゃあ逆に言うと、この y 分の x ってどうやって気づいたのっていう話になりますね、これね。ここの式から、この式を見て、この u の値が、これがどうやって気づいたのかっていうのが疑問になると思います。で、それに対する回答も与えたいと思います。で、ちょっと一般論の話になるので、まあ、そうね、グラディエントとか、ある程度の微分方程式の議論をします。fxy の、こうですね。これと gxy の、f と g は、まあ、二変数の関数で、適当に xy の関数が入ってると思ってください。こう。とすると、これが、もし、その微分方程式、f 分の dx イコール g 分の dy というのが、解、例えば φxy イコール c という解を持つのであれば、これはこういうふうに書けます。 z イコール fφxy っていうふうに書けるんです。で、 f は任意関数です。で、ファイはそのここの解で決まる、関数です。ファイ xy がファイが中に入ってる合成関数で、f は任意です。こんな風に書けるってことが知られているんですね。で、これの証明をしたいと思います。今そのこの解があるっていう条件のもとで、だから解がなかったらもちろんその書けないんですよ。解けなくなっちゃうわけですけど、まずこの微分方程式ですね。f のラウンド z ラウンド x 足す g のラウンド z ラウンド y イコール0という式で、まあこの関数の関係を書いていきます。で、u をどうするかっていうと、u を uxy という解にします。で、v は y にします。で、こうやって関数関係に見るわけです。まあ、さっきとやり方は同じですよね。あ、ごめんなさい、u じゃなくて φ ですね。ここは、その微分方程式の解 φ を持ってくるわけです。φxy を持ってくるということ。で、さっきと同じ微分、変微分を計算します。何が言いたいかっていうと、z を v で微分したら0ってことですね。出る z、出る v が0ってことを言いたいので、これを変微分します。で、道は当然こうです。こう行ってこうです。なので、出る z、出る x、出る x、出る v、足す出る z、と出る y、出る y、出る v です。で、まあここで、まあここは1って分かりますよね。ここはもう1って分かるんですけど、ここがちょっとどうなるのかっていうところが問題になるんですが、まあ解であるってことを使います。φxy はφxy イコール c というのは、その微分方程式の解なんですよね。これは、まあ、φxv とも書けますが、イコール c の解なので、v で変微分をします。v で、変微分をすると、まあ合成関数の微分法によって、φx 微分したものの、出る x 出る v と
足す、5y の出る y 出る v イコール c は定数 c は微分したら0なのでこうなりますよね。でここはもちろん1です。ここは y は1です。ですよね。で φx と φy は元々の微分方程式が f 分の dx イコール g 分の dy なので、これ完全微分方程式の形にするとこうなるんですよね。でこれの解があるってことは、これは要するにポテンシャルを持つっていうことなので、完全微分形になってるってことなんです。だからファイの x が g になって、要するにグラジエントのファイが、g とマイナス f になってるっていうことなので、ファイ x が g でファイ y がマイナス f ってことなのね。だからこの値はファイ x は x で微分したらこれは g になり、ファイ y はマイナス f になるんですよ。ということで、出る x 出る v はこれまあ g×これが f という形にしときましょうか。こういうふうにしますね。この式が出てくるわけです。でこれをこの条件式に使うわけです。ここでこの式に使うんですけど、f を g をかけてあげて f に戻したいので g 分の1でくくります。やってみで出る z 出る x かける g 倍の出る x 出る v 足す g 倍の出る z 出る y になって、ここの部分がこれで置き換わるので f で置き換わるので、この部分がセットで f に置き換わるので結果 g 分の1 f 出る z と出る x 足す g 倍の出る z 出る y になって0と、高等的に0。これ仮定によってですね、仮定によって、この仮定によってここが高等的に0なので、0ということが言えます。したがって、出る v 出る z 出る v が0、出る z 出る v が高等的に0ということで、これが言えるというわけですね。まあ最後の方ですね、ちょっとまあ難しいかなと思うんですけど、微分方程式の、まあ、理論ですね、完全微分方程式にが解けるという前提で、その解があればその偏微分方程式のその任意定数の中のものになっているっていうことなんですけど、まあこの辺のところを、まあ、自分でその、まあ、微積の教科書って、昔の教科書特にこの辺がさらっと書いてあって、こんなの気がつくわけがないわけですよね。なのに普通にその問いとかにあって挫折するわけです。そういうのがなんかこう原因のような気がするんですけどね、数学が嫌になる。一つ一つ段階を経て考えていけばできるものを、なんかわざとできる人がそれを拒んでるみたいな感じがしますが、そんなことはなくて、こう一つ一つ順を追って解説していけば数学は分かるものだと僕は思ってるので、細かく噛み砕いて解説をしていきたいと思います。はい、最後までご視聴していただいた人ありがとうございました。またアップしていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。